ホンダのレースの歴史を勉強中のバイク人編集部伊豆谷。走る実験室として技術革新の手を止めなかったホンダは、1966年にロードレース世界選手権にて全クラスを制覇。しかしレギュレーションの変更や四輪開発への専念などを理由に10年以上レースから撤退していた時期があったのです。今週からはレース復活のためにホンダが威信をかけて開発した NR についてお届けします。79年からホンダがいよいよレース、まあそのカン、ヤマハとかスズキとか川崎に散々いいようにされてたので、その当時は世界観の今のモト GP、はい、なので復帰しますと、はい、でフォーサイクルで復帰します。だけど当時 500cc が一番大きい排気量で、でツーサイクルのレーサーの方が速かった、まあバイクで言うと3割か4割ぐらいツーサイクルのパワー出るから、加速も最高速度も全然かなわない、フォーサイクルどうすんの、っていうようなところにでも意地張ってやっぱりホンダらしくやりたいって言うんでフォーサイクルに出てきた、という時に作ったのがこの最初の NR というレーサーで、はい、これがそのホンダ その歴史、伝統であるその走る実験室、この形のピストンがね、オーバルピストン、これね、はい、他にはない形のものを作りました。変な形、ね、これは、ね、そうバルブが全部で32本バルブがついてるなんかすんごい刺さってますけど、まずこれがこのオーバル楕円状のものがここにあるんですよね。そうですね、コンロッドが1つあたり2本ずつついてる4気筒までというレギュレーションと4サイクルというホンダのこだわり、この両者をうまく融合させた今までにないエンジンの開発こそがホンダのエンジニアたちの至上命題となりました。そのためには丸い形のバルブをどのようにしてボアに配置するか、従来のピストンでは欲しいバルブ面積が入らないため、バルブ面積を無駄なく大きくするために革新的な設計を模索する必要があったのです。ずっとだからなんとかなんないかなと思ってる時に、通勤で車乗っているある偉いエンジニアがですね、信号待ちしてた、あったあったあった、信号機というのはこうなっていてね、1個2個3個とかについてる中、ちょっと一番これしか無駄なくて、こういうところ無駄な、これはないよね。はあ。というこれだったらっ て、このボアを丸ではなくてこれにこう伸ばしてみて、こうやって作ってみたらこうやったら入った。入りましたね。入った。かぶらずに。その代わり点火ボタンが2個いるし。ああ、なるほど。4つに1個それぐらいは必要なんですね。というまるでね V4 みたいな感じになるんだけど。それ楕円にすること自体は OK なんですか？楕円にこの丸が当時は大丈夫だった。でこれができて、できたさんにフォーミュラ1カーはいきなり中止、禁止になりました。 F1 の車は。何が禁止になったんですか？なぜか、これはどれだけ吸えるかっていうと 50% 排気量の大きいエンジンと同じ量を吸うんですよ、バルブが大きいから。めちゃめちゃするってことですか？そう、だから 500cc のバイクが実はエンジンは7本なんですね。ピストンを楕円形にすることで吸気バルブと排気バルブを32本も搭載することが可能に。これにより NR は排気量が 50% も大きいエンジンと同等のパワーを出せる高いポテンシャルを手に入れたのです。実際にもこの後NR750 っていうルマンの耐久レーサーに乗せてもらったんで、開発も一緒にやらせてもらって、で当時の7班なんだけど、びっくりすることに当時の 1000cc よりバイクが、やっぱり排気量が 50% 以上いっぱいするから。しかもだな、2万回転回るエンジンが1万回転も回らないところでもう最大出力が出てんだ、ほとんどずっと同じバイクが出てる。今はあれよ、今は最新のエンジンは実はそういうエンジンが多いんですよ、車とか直噴とかいろんな技術があって、でも当時はそんなにまっ平らな特性なんてなかった、いろんなすごいポテンシャルがあったんだけど、でも
F1 のレースの世界は最初からもうそれは不公平になっちゃうからダメと、良すぎるってこと、そう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 、勝負にならないからダメ、オートバイの世界はしばらくホンダがもたもたしてたんでレギュレーション上は別にいいようになってたんだけど、すぐ勝たないから、うん、理論上は、うん、いやずっと負けっぱなしで一回も勝てない、あ、そうなんですか、うん、不運のエンジンなんですよこれは、へえ、勝てなかったからなくなっちゃったんです、うん、2サイクルの NSR に変わってた。レースで結果は出せなかったものの楕円形ピストンの開発という走る研究室としての機能を十分に果たした NR、 その存在はホンダの開発スピリットの象徴として未だに伝説として語り継がれているのです。次週も従来の枠にとらわれないホンダのレーサー開発についてお届けします。お楽しみに。